質問は生理ということですね。そこで、生理をするっていうことは何のために生理をするのかということが大事ですね。何のためだと思いますか、生理は。もう今お聞きしたのがを小さくする。生理は生理をするの。あ、物捨てるっていうのを。生理をするのは何のため。何のために生理をするのでしょうかってことですね。まあ、あの世間一般で言いますと、その生活しやすいようにというか効率よく、その無駄な時間をなくすためにこう生理し、一般的にはそういうふうにするんだと思うんですけれども、っていうことは何のため。例えば、まあ、物置の中を整理するのは何のため。あ、それはその、必要なものをすぐに、やっぱ使うためですね。そうです、そうです、そうです、そうです。だから整理をするのは使うためなんです。ね、まあこれは平凡な心理ですけど、整理をするのは何のためか。それは整理をするのは使うためなんですね。例えば物置の中に物がいっぱい入っている状態を考えていただくとですね、その物置の奥にあるものは使います。あれが必要だというときにね、かき分けその取らなければならないものは使えないものなんですね。使いたくても使えないもの。だから物置の手前にいろんなものが置いてあってしまうとね、もうそれはそのものは使えなくなってるんです、ね、だから物置の中のものを使うために捨てないといけない。わかりますか。物置の中を使うために物置自体、物置のね手前のものを捨てて行かないといけないわけ。だから私たちはその物置の中に入っているものはいつか全部使えるものだと思っているわけですね。ところがいざ使おうとした時にですね、その使いにくいものは使わないんです。本当にだから手前に置いてしまった時点で、ね、物置、これがね物置を上から見た状態だとするとですね、ここがこう入り口だとして、ここにこう棚があってね、ね、でここにこういろんなものが置いてあるんですけど、こうやってこう置いてあるんですけどね、ここに物をこうボンボンと置いた時点で使えるのはこれだけなんです、ね、物置の中で使おうと思えるものはこれとこれだけしか使えないんです。この奥にいろんなものが置いてあったとしても、この手前に置いてある2つによってその奥のものが使えなくなってしまっているんですね。だから手前のものを捨てないといけない。それか奥のものを捨てて、手前のもの、奥のものを捨ててね、捨てて手前のものを奥に入れて行かないといけないわけです。だから物置の手前に何かを置いてしまった時点でね、その奥のものは、取ることができないんです。それを一回出してやるっていうのはね、すごく面倒くさい作業だし、
そこまでしてその奥のものを使わなくといけないのかということになるわけです、ね、何でもかんでも詰め込めばいいわけじゃないです、物置というのは。だから物置を使うためには整理をしないといけない、こういうことですね。で、同じように、本棚だったらね、その本棚の、手前に本が置いてあったらね、もう分かりやすく言うとね、この状態ですわ。こうするとこの手前に本が置いてあると、奥にある本はこれ使えないんです。これね、こう手前に本が置いてあると2段目のこの奥の部分の本は使えないんです。これつまり読まないんですね。これもう読まないんです。こうした時点で使うのは手前にある本だけなんです。奥の本はもう使わないんです。これただこれは捨てると怒られるからね、捨てられないだけであって、だから奥に置いてあるだけなんですけど、こういうふうに奥に置いてしまったものはもう使えない本なんです。だから本当はですね、使う本だけを置いて奥の本を捨てないといけない、こういうことです。そうしないと使えない、ね、だから整理をするのは使うためにあります。服だったらね、服をなんで、捨てないといけないのか、それはその残った服を着るためです。服を捨てないと服を着ないんです。なぜかと言ったら、パッと開いてどこに何があるか分かんないからです。それが少なければ分かりますよね。だから着ない服を一つ置いてあるだけで、着る服が分からなくなるんです。着ない服と思ったらね、もうその服は着ないなと思ったらすぐに捨てないといけない。捨てないとね、自分の着ている服ってね、考えてみてください。本当にね、服の割には同じ服しか着てないから、そう思いません？いや、タンスの中にはたくさん入ってるよ、ね、たくさん入ってるけど、じゃあその服で着てる服って何着ですかっていうとね、だいたいいつも同じ服で、洗いに出した時だけ別の服を着て、それ洗い終わったらまた元の服に戻ってと、そうやってこうずっと回してるだけなんですよ。だから服で言ったら、その着てこそ意味があるわけ、価値があるわけですよ。いつもね、着ている服が使っている服なんですよ。でね、もう考えるのがめんどくさくて、その着ないんだったらね、その自分のいつも着ている服だけ残してあと捨てればいいんですよ。本当にもうめんどくさいならね、どうせこれしか着てないんでしょそういうことですよ。いつか使うんじゃなくてね、ちゃんと使ってあげてください整理して、いやこれどうしようかなと、残そうか残すまいか。だから物が一つ増えるとね、今まで使っていたものが使いにくくなるんです。だから今までその使っていたものをちゃんと使うためにも、いらないものはなるべく捨てていった方がいいんです。それがもったいないっていうふうにね思って、捨てられないんですけどね。だけどその使うために捨ててるんですか。例えばこうなんか入れ物を買ってきた、それをいろいろ整理してる間に入れ物自体がいらなくなった、その時にゴミに出した、そしたらもったいなくてこれを捨てられない、
けれどもね、そのものが、入れ物があることによってその場所が使いにくくなっているんです。本を整理した、そしたら本の数がぐっと少なくなった、ね、そしたら本棚自体も捨てないといけないんです。なぜか、そこに本棚が置いてあるだけで部屋が狭くなるから。そしたらその部屋のスペースが使えなくなってるんですね。その本棚が置いてあるだけで、部屋がね、使いにくくなってるんです。だからその本棚自体を捨てないといけない。ところがね、その本棚を置いてあるとまた本棚の中になぜか本がね入っていくと、こういうことですね。じゃあその本棚に入っている本を読んでいるか、使っているか、それが大事なんです。使っていないとしたならば、その本を捨てていくことが必要になっていくんです。とにかくね、使ってないものは捨ててください。いつか使う、これ良くない。本だったらいつか読む、良くない、ね、なんで良くないか、日頃どれだけの本が読めるか分かんないくなるからですね。自分が普通にどれぐらいの本をね、いつも読んでいるか、それを知るために捨てた方がいいわけです。1ヶ月に1冊しか読まないならね、本棚の中に1冊だけあればいいんですよ。1ヶ月の間にもう1冊買えばいいんだし、前の読んだ本は捨てればいいんだし、よく使う本だったら置いとけばいいんだし、そうやって自分は一体どれぐらいの本を読んでいるか、読んでいないなら捨てた方がいい。これから読む、それはありえないです。これからその本を読んでいくだろうってね、今まで読んでなかったんですよ。今まで読んでなかった私がこれから読むはずがないんです。服でもそう、今まで着ていなかった、今まで着ていなかった服をこれから 着るはずがないんです。本だったらその本を読むためにはね、その読むだけの本を読む時間を作らないといけないんです。その分だけ捨てないと本は読めないんです、ね、服だったらその着る服ね、服を着るためにはね、やっぱり捨てていかないといけない。その服を着る、機会を増やさないといけない。今までの人、その時間のサイクルをしている限りね、今までと同じような服だけあればいいんです。もっともっとね、こう捨てていく方が服が生きてくるんですね。考えるようになる。考えたくないなら、今ある服だけでいいんです。いやもう考えたくない、だったらね、いつも着ている服を着回せる分だけ用意しとけばいい。そんなに服を買う、ね、持っている必要もない、捨ててしまった方がいいってことですね。いやそれだともったいない、もったいないと思うなら考えないといけない。その服をちゃんとね、着れるようにいつ着るか、そういうことをちゃんと考えないといけない。まあ、私もね、こんなこういうふうに言ってますけどね、人のことは言えないんですけどね、やっぱり服を、たくさん持っていましたけどね、着ていなかったですね。だからこう捨てていくと。でも捨てて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 もね、残った服をちゃんと全部着ているか、着ていないですよね。だからそのちゃんと使っていくことが大切なんですね。ちゃんと使っていく、整理をするのは使うためなんです。使っていないものは捨てていくことが必要なんですね。もったいない、もったいないと思うなら使ってください。そう思って使わないんだったら捨ててください。
いわゆる仏教的な考えなんです。だから整理をするのは使うため、そして使っていくと何がわかるかというと、うん、ね、使っていくと自分が見えてきます、ね、自分ってどれぐらいの本を読むのか、自分ってどれだけの服があればいいのか、自分ってどれだけの食器があればいいのか、自分ってどれだけの食材があればいいのか、ね、買い物行くときにはどれぐらいのものを買っていったらいいのか、必要な分だけ買えばいいんです、使う分だけ買えばいいんです。それをそのなんていうんですかね、とにかくねたくさん買ってくると良くないですね。いやもう少し足りなかったなぐらいがちょうどいいんです。また買ってくればいいんだから、たくさん買いすぎて捨てなければならない時のことを考えればね、ちょっと少なめに買ってきて、そしていや少し足りなかったなぐらいがちょうどいいんですね。難しいのはね全部使うってことなんです、ね、食材ならちゃんと使うっていうのがすごい難しいんですよ。多めに買ってくることは簡単なことなんです。多めに買ってくると作り方が雑になるんですね。量が雑になる、大雑把になってくる全てが。だからちゃんとその使うね、野菜は買ってきたらその野菜をちゃんと使う、ね、自分が買ってきたものはちゃんと自分が使ってあげる、これが大事なんですね。だから使うっていうところに焦点を絞るんです。服だったら自分が買った服はちゃんと自分で着るってことですね。本だったら自分の買った本、いただいた本はちゃんと自分が読む。読めないんだったらね、読めないと分かった時点で捨てていかないといけない。こういうことです。だから持ちすぎるとね、本当やらなくなります。服だったら服を持ちすぎると服を着なくなるんです。いつも着ている服ばかりになるんです。それは多すぎるからです。ね、まあこんな話が聞いたことあると思うんですけどね。そのデパートに行ってね、あ服を買いたいなと思って来たらさ、その服がうわーっと並んでると。こう並んでいたらさ、どの服着ていい、着たらいいか分かんないじゃないですか。買ったらいいか。そういう時に。お店の人がね、あなたにね、似合う服はね、これとこれとこれだと思いますがどうですかってね、3つか4つぐらい出してもらえたらね、あこれにしよう、あれにしようって決めれるじゃん。だけど自分のタンスの中でどうかあったら、もう服はブワーッとこう入ってるわけですよ、ね、お店と同じような状態なんです。ブワーッと入っている状態の中で、じゃあ何を着るかということを考えることは大変なんですよ。毎日毎日大変な思いをすることになるんです、服がたくさんあったら。だからね、大変な思いをしたくないから、じゃあいつもこの服っていう感じで、ね、手が出るんです。手が出る服はいつも着ている服なんです。それは自分はそれだけたくさんの服を着回すだけの力がないんです。だからその服を着回すために捨てていかないといけないんです。これが食器でも言える、ね、食器がたくさんあってもね使えないんです、ね、使っていない食器を捨ててこそね、その今使っている食器をちゃんと使えるようになるんです。ここにもたくさん入ってる、あそこにもたくさん入ってるってね、そういう状態だとその食器を使おうという気持ちが起きてこないんです。だから使う分だけ取っといて、使わないものは捨てると。本もそう、ね、その本をちゃんと自分が読んでいるか読んでいないのか、読んでいない本だったらもう捨てていった方がいいんです。そうやって
自分の使うものだけに、ね、する、自分の使っているものだけにしていくっていうのが整理っていうことなんです。だから整理をするっていうことはその物を捨てただけでは整理じゃないわけです。残ったものをちゃんと使ってあげてですね、整理をしたと言えるんですね。だから整理をしていながらね、何も知らされてないとしたならば、それは整理をしたものを使っていないからなんです。自分で使ってみれば分かりますよ。使うことって大変ですから。本当に服だったら自分の買った服をねちゃんと着てあげるっていうのは大変なんですから。一つ服が増えるってことはね、その今までの服とのね折り合いを考えないといけなくなるわけですよ。こう他の服も使ってあげつつ新しく買った服も使ってあげなくちゃいけない。いやそれはとてもできないな、これだけ全部着回すことはできないなと思うから、その前の服を一つ捨てるわけです。捨てるのは使うためなんです。物置だったら物置というものを使うために、使わないものはなるべく捨てていくんです。で、質問の内容から言えばですね、じゃあその自分が使うかどうかってね、使うかどうかは別にね捨てなくてもいいんです、持ってて。だけど何回も振り返ってみてください。これ使ってたかなってことです。使うかもしれないなら残しといてもいいですけど、明らかに使ってないものは捨ててください。なんで捨てなくちゃいけないのか、それは使うかもしれないというものが一つあると使っているものが使えなくなるからです。そのためです。だからちゃんと使おうと、使えるものをちゃんと使おうとするために、使えない、その使ってあまり使っていないものを捨てるわけです。あまり使っていないものを捨てることによってね、今まで使っていたものがより使いやすくなる。だからなるべくね、まあ、特に年を取ったらね、自分が使えるものは少なくなるんです。年を取るとね、使えるものが少なくなる。だからそれに合わせて持つものを少なくしていく必要があるんです。それをその使えないのにたくさん持ってしまうとですね、全部執着になるんです。だから自分で使えないものは執着せずに捨ててください。自分で使えないものを買うと、自分で使わないものを買うと、それが必ず執着になるんです、ね、例えば自分で使わない食器を買うとね、その食器に対して執着が起きるんです。執着が起きるってことは人に使ってもらおうと思ってね、この食器を押し付けてしまったりする。またその人が使わないから、じゃあ捨ててもいいですかと聞かれるとダメとか言いたくなると。自分は使ってないんですよ。自分は使っていないのに人がねもう使わないから捨てるとなると腹が立つわけです。そうなるんですよ。使ってないものを持つとね、結局自分では使ってないのに人にはちゃんと使ってほしくなるんです。自分で買ったものだから、お金を出したものだから、あなたちゃんと使ってちょうだい、いや少なくともね、あなたの部屋に置いといてちょうだいってこうなるんです。自分で使ってないのにですよ。だから自分で使わないものを持つというのは危険なんです。危険な行為なんです。それによってトラブルが起きるんですよ。例えば食べ物でもね、自分が食べるわけではないものを買う、
これ良くない。お菓子とかね、自分が食べるわけじゃない。そして皆さんが食べたいと言ったわけじゃないものを買ってくると、その買ってきたものが執着になる。執着になるってことは、いわゆる皆さんのためと思って買ってきたならば、皆さんが食べてくれていないと腹が立つ。自分が食べる分だけを買ってきたならばいいんです。これは自分が食べるから、今食べるから、それは間違いなく今自分が食べてしまうから執着にならない。だけど皆さんの分といってね、その本当に皆さんが必要な分だけならいいんですよ。ちょっと多めに買ってきてしまうと怖いわけですね。この一つ自分が食べて、もう一つ皆さんと思ったら、その皆さんが食べてくれないと腹が立つんですよ。だから気をつけないといけないんです。特に人の分っていうものはね、その気をつけないといけない。その自分が使うならいい。だけど人が使うというものは、その人にちゃんと了解を得てね、買ってこないといけないし、渡さないといけない。そしてその人が使わないと思ったらね、もう捨ててください。つまり使わないものが執着ですから、これがね、いわゆる爆弾だと思っていただくといいですね。自分の気持ちとして、使わないものが爆弾なんです。つまり使っていないものでトラブルが起きるんですよ。使っているものはね、トラブルが起きない。つまり使っていない食器を捨てようとするとトラブルが起きるわけね。使っていないおもちゃを捨てようとするとトラブルが起きるわけ。子供さんだったらね、使っていないおもちゃを捨てようとすると嫌だとか言ってね、トラブルが起きるわけです。使ってないんですよ、全く。使うかもしれない、後悔したくない。だけどその使えるものが使えなくなってしまっているっていうことをね、考えないといけないわけね。執着しているものがあるためにね、使えるものが使えなくなってしまう。これをね、理解すればね、使うものだけ取っておく。なぜか、それは使うものをちゃんと使いたいからです。使わないものを持っているっていうことは、それだけでね、その罪なんですよ。もし服に心があったとしたら、どんな声が聞こえてきますか。着ていない服ですよ。福さんはね、この服ね、僕の服着てくれ着てくれ着てくれって言ってるかもしれない、ね、着てちょうだいって。だけどその服をね、着ない。いや、服は泣いてますよね。私もね、昔こんなことがありました。仏法を話したい仏法を話したい仏法を話したいね、そう思ってた。ところが立場が仏法の話せない立場、苦しいですよね。自分は仏法を話したいと思ってね、講師になったのに仏法が話せない立場になってしまった。すごく苦しい。でもそれを物に対して平気でやってんですよ。この服は着てもらうために買ったわけですよ、お金出して。だけど着てあげないっていうことはね、その人間で言うならね、こういうことをしたいと思ってなったのにね、やらせないのと一緒なんです。恨みを買います。そして一時が万事で、物に対してやる人は人に対してもやるんです。これが怖いんですよね。服を買いながら着ていないっていう人はね、人に対してもその使いこなせていない、その人がちゃんとね動かしていないっていうことになってしまう。
そういうことで、使わないものはね捨てていく、使うものだけをちゃんと使っていく、そうすることによって自分ということがねよくわかる、心も清らかになっていく。だから整理というのはねとても大事なことです。で整理をしたら次に使ってあげないといけない。使わないものは悪くなっていくんです。使わないものはダメになっていくんです。私たちはね使わなくても置いといたらねいつか使えるだろうと思ってるけど、実はそうじゃなくて、その使わないで置いてあるものはね使いたい時には使えなくなってるんですね。この体と同じですよね。体もじゃあねいつか使う時のためにね動かさないようにしとこう。どうですか、体を動かさなくしていたら使いたい時にはもう体がねダメになって動かないんですね。こうこれと一緒です。体はちゃんとねいつも使ってあげてこそね使いたい時に使える。物もいつもちゃんと使ってあげてこそね使いたい時に使える。いつか使うものは使いたい時には使えないんです。だから使いたい時にいつか使う時に使えるかもしれないと思ってるけど、その使っていないものはね本当に必要とした時に使えなくなってるんです、ほとんどが。だからそういうものは捨てた方がいいってことなんです。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩します。